ミスターバウンスはじっとしていることができません。ボールのようにどこでも跳ねてしまうのです。門の上を飛び跳ね、池にも飛び込んでしまいます。だからテニスの試合を見ている時もいつの間にかボールと間違えられてしまいます。あいたたたた、跳ねながらでは階段をうまく降りられないし、考え事をしようと椅子に座っても、いた！椅子から跳ねて天井で頭をぶつけてしまいます。跳ねないようにするにはどうしたらいいかな。ミスターバウンスは一生懸命考えました。そうだ、お医者さんに見てもらおう。ミスターバウンスは出かけるときにいつもバスを使います。バスには屋根があるから飛び出さずに安心なのです。でもバスが止まるときは気をつけて。あじじ、ミスターバウンスは熱いコーヒーに飛び込んでしまいました。でも運のいいことにそこはちょうどお医者さんの部屋でした。いつでもどこでも跳ねるのを止められる薬をください。お医者さんは困りました。そんな薬はないのです。でも何か思いついたみたい。そうだ、とっても効くものがあるよ。重たいブーツだ。跳ねるのを止めてくれるよ。お医者さん、ありがとう。ミスターバウンスはブーツを履いて家に帰りました。とっても嬉しそう。だってこれからは自分の足で歩いて出かけられるのです。その夜、ミスターバウンスはブーツを履いたまま眠りました。朝起きるとベッドを出て自分の足で階段を降りました。そしてどこかへ出かけるみたいです。どこだと思いますか？テニスの試合を見に来たのです。もうボールに間違えられる心配はないからね。